皆さんこんにちは。出たー、マリサだー。か、変わり身の術？え、ここはどこ？今日も素敵なホラゲーを持ってきたんだぜ。状況がいまいち理解できないのですが。なんでか知らんが霊夢のやつ私を見ると逃げるんだよな。ただ一緒にゲームをプレイしたいだけなのに。私は霊夢の代わり身にされたってことですか？せっかく霊夢の大好きなトイレが出てくるホラーゲーム持ってきたのにな。え、今なんて？あ、霊夢。本日プレイするゲームはこちら、グレートトイレシミュレーター。タイトルにトイレの文字が、ヨウムちょっとそこどいて。ふ、ちょろいな。それでどういった内容のゲームなのよ。説明しよう。帰宅中に漏れそうになった主人公が深夜の森でトイレを探すといったシンプルなストーリーのホラーゲームなんだぜ。漏れそうって、おしっこがですか？いや、台の方だと思うぜ。ストーリーを聞いた限りホラー要素全くなさそうだけど。それがですね、この森、出るらしいんですよ。出るってうんちが？ちげえよ、化け物がだよ。あ、そっちか。化け物の潜む森でトイレ探しですか？ふん、なかなか面白そうじゃない？だろだろ、早速始めるか。あの、私もプレイするんですか？せっかく来たんだし一緒に楽しもうぜ。この機会に便器の良さってのを教えてあげるわよ。ということで始まったんだぜ。ほう、主人公結構いい車に乗ってるじゃないの。帰宅中に漏れそうになって森でトイレ探しって、近くにコンビニとかなかったんですかね？なかったんやろな。漏れそうってことはあまり時間に余裕はないわね。主人公のためにも早くトイレを見つけてあげましょ。おう、探索開始だ。うわぁ、何ですか今の音。マリサ、私じゃねえよ主人公だよ。あ、このゲーム左クリックでおならするんだ。なんて汚いゲーム。今にも身が出そうな音だな。おい今一瞬ゲームやめようと思っただろお前。ヨウムが止めようとしたんだよ。だって汚いんだもん。主人公だってしたくてしてるわけじゃないんだよ。生理現象なんだよ。おお、主人公ショットガンなんて持ってるのか。適当にいじくってたら出てきたわ。トイレ行くのにショットガンいらないでしょ。普通私が話してる時におならするのやめてもらえますか。もしかしたらこの主人公森に化け物がいるっての知ってたのかもな。なんでわざわざ化け物のいるこの森でトイレ探そうと思ったんだろ。危機的状況で脱糞するのが快感なのかも。頭おかしい。世界にはいろんな人がいるからねー。世の中には静岡県磐田市内の県立校に侵入して女子生徒のすく水を着て脱糞するやからもいるしな。それに比べれば化け物のいる森で脱糞するのなんて大したことないわね。話についていけない。ヨウムはもっと世の中を知るべきだぜ。あ、はい。思ったんだけどさ、こんな音のへするってことはよっぽど我慢してるんでしょ、主人公。うむ。だったらその辺の茂みでしちゃえばいいのに。それは彼のプライドが許さないのだろう。こんなおならブリブリしておいてプライドもクソもないと思います。しかしこの森なんもないな。標識でもあれば助かるんだけど。トイレ探すのすごく苦労しそうです。トイレ探しに気を取られて化け物のこと忘れてないか？うん、警戒して探索しないとだね。この森、なんか見覚えあるんだよな。というか、以前もこの森を舞台としたホラーゲームをプレイしたことがあるような、気のせいじゃないか？気のせいなのかな？とにかく今はトイレ探しに集中するんだぜ。ずっと同じような景色が続いてます。マリサの言う化け物にも全く遭遇してないです。静かに、主人公の心臓の鼓動が速くなってきてるぜ。本当だ、ドックンドックンなってるね。敵が近いのかな？警戒せよ。あたりを見回してはいるけどそれらしき姿は捉えられません。あ、せめてもの反撃かのごとくおならしなくていいから、泣きのいっぺってやつよ。ちょっと何言ってるのかよくわかりません。ついに出やがったな、化け物。あの化け物も見覚えあるんだよな。気のせいだろ。思い出したぞ。このゲーム以前マリサにプレイさせられた深夜の森でエイリアンに襲われるクソゲーと全く同じだ。ち、バレたか。やっぱり、あのクソゲーと同じ開発元でしょこれ。そんなことよりあと一撃食らったら死んじまうぜ。畜生、次会ったらショットガンぶち込んだる。え？今発砲と同時に妙な音がしたな。妙な音？うん、変な音が聞こえたよ。まさかな。私には聞こえなかったけど。もう一発撃ってみて。いいよ。あ、ほらやっぱり。この音、明らかにヘだよな。なんで発砲と同時におならするの？だって銃の発砲と砲火が同じボタンなんだもん。まあ銃ってのは撃つ時に体に力が入るからしゃあない。いくらなんでもおなら出すぎだよ。さつまいも畑丸ごと食べたんやろな。化け物かな？
ある意味主人公の方がこの森の化け物より化け物してるかも。確かに。あートイレはどこじゃあ、私は便器が見たくてこのゲームやってんだぞ。してるんですか。ソナーみたいな感じよ。え？へで周囲の物体を探知できないかなって。アホかな？もうやけクソですよ。クソゲーだけに。は？この心音は。霊夢、敵が近いよ。やり返すチャンスが来たか。やっちゃってください霊夢パイセン。さあ出てこい化け物め。音が怖いよ。霊夢右だ。出たな。命中だ。すごい移動速度。オラオラオラ、逃げんじゃねえよ。なかなか倒れないなあの野郎。光はしっかり返させてもらいまっせ。また向かってきた。どんなもんじゃ言われ。しぶといやつだ。これだけ撃ってるのにびくともしないじゃない。もしかしてあの化け物って不死身なの？撃退することしかできないのかな。どうなんだろうな。これだけダメージ与えればしばらくは襲ってこないだろうし、今のうちにトイレ探した方がいいかも。倒したかったな。むむ、あの影は、ついに見つけたか？トイレ来たー。やっとこの悪夢が終わる。ちょ、待って、私の求めてるトイレと違うんですけど、何のことだ？便器はどこよ？私便器のためにトイレ探してたんだけど、便器のためにこのゲームやってたんだけど、これも一応便器だぜ。ふざけんな。あの、よくわからないのですが、なぜ霊夢はこんなにも怒っているのでしょうか。どうやら霊夢の希望する便器じゃなかったようだ。はぁ、クソみたいな組取り式便所のためになんでここまで苦労しなきゃいけないのよ。まあ、でもなんだかんだ言って一緒に盛り上がれたし、ゲーム自体は面白かったよな。クソつまらなかったです。